はい、こんにちは、カンパパです。今日はノコギリ山を登ります。はい、駐車場はこの近くのね、肉屋さんの駐車場を止めさせていただきました。1日800円です。で、一応この地図をもらったんで、時計回りにね、回っていこうと思います。はい、ここでルート概要です。駐車場から車力道入り口まで車道を歩きます。車力道を関東ふれあいの道分岐まで登ります。そして山頂に行く前に地球が丸く見える展望台へ寄ってみます。再び分岐に戻り10分ほど歩くとノコギリ山山頂です。下山は石切り場を巡りながら降りていきます。ついでにあの有名な地獄の時にも寄ってみます。そしてね、関東ふれあいの道で駐車場まで戻るルートです。今日はね、ロープウェイを使わず、まあ、上り下りしようと思ってるんですけど、車力道っていうかな、ね、こっちを行きたいと思います。まあね、何しろノコギリ山ってもう初めてなんで、なんとも説明のしようがないんですけど、多分あっちでしょうね。はい、分岐です。こっちだね。あ、車力道っていうんだ。車力道行きましょう。お、なんじゃこりゃ。え、あ、奥は見えてんね。車力道の入り口ですね。まあ、相当の方がここから行くんでしょうね。こうベンチがね、整備されてます。すごいね。おお、これが車力道ね。本当にこんなとこ石運んだのこれ。どうやって運んだんだか。ただ微妙になんか真ん中が潰れたようになってますよね。ぐーっとこれ長っぽそう石を最初はこう敷き詰めたんだろうけど、真ん中がね、ぐーっとへこんでるというかすり減ってますよね。まさかね、一輪車みたいなので運んだんじゃないと思うけど、それが、これなんかそうだよね。石が完全にすり減っちゃってるもんね。苦労してね、道を作ったっていう感じが伝わってきますね。休憩路だ、休憩地だ。許可されてるけど、今日は随分入ってる。もうこれから陽気がないから飛び出してくれる。
うわうわ、寸劇女子。これ絶対通路だよ、ね、うん、すごいとこに出たぞ。大屋みたい。まだね、大屋の石の壁みたい、うん、いやきつい登りだった。すんげー、なんじゃこりゃ。こっち行くと東京湾を一望できる展望台だって。まだかよ、こういうの何本も言ってきゃやってきたんだけど疲れるよなこれ。そう、すんげえ急なんだこれ。東京湾を望む展望台だって。こっちか。おお、うわすごい。すごいねこれ。東京湾が一望できる展望台、確かにすごかった。ちょっとね、上空もやってたんで、まあ、対岸の富士山とかは見えなかったんですけど、なかなかね、山あいの栃木県に住んでる人間として見れば、まあ、海は非常にテンションが上がりますね。よかった。よし、じゃあここからのこぎり山の山頂に向かってきます。なんだあれは、電波塔みたいな見えてきた。はい、ロープウェイの方と山頂の分岐、あ、三角点あった。あ、ここは山頂ですか。そう。ここは山頂。開けなくて。こっちに行くと、そうね、40分ぐらいで林道口の方出ますよ。あ、そうですか。あ、開けなかったな。開けなかった。あ、歩く食べれた。なるほど。あ、山頂三密。ちっちゃい山頂だけどね。はい、じゃあ10時45分、三密の山頂を降りて、一旦ね、降りてね、しばらく、そうだな、20分ぐらい行って、地獄覗きって方かな、行ってみたいと思います。ああ、行きでね、巻いてった、鉄塔がこれだ。うわぁ。なんとなくね、こうショッカーの基地みたいな感じだよね。ヒーヒーって。なんかすごいな、ここ。すごい切り通しのとこ通ってんだけど。うわぁ、なんじゃこれ。
大集積と芸術の街。すごそうな感じだな。おお。なんだ。うわ。これさ、ラピュタじゃねえ、これ。そうだね、はあ、日本中北口って書いてあるってことは、こっからお寺の境内に入るってことだね。うん、ああ、ここまで来たか。いや、マジ疲れたよ、これ。お願いします。じゃあ、はい、おお、いきなりすごいね。待って、でけ、百尺館の。こっからね、あの登山じゃない人もいっぱい来ますね。あのロープウェイ上がってきた人だね。行ってみましょうか。あのね、本当に冗談でもなんでもなくてね、うちは夫婦してね、あの高所恐怖症なんですよ。山登っといて何を言って思われるかもしれませんけど、あの高いとこ行くとね、あの穂高も槍の時もそうだったんだけど、あんまり高いとこ行きすぎると、あのアドレナリンとかなんとかリンが出て一瞬分かんなくなるんで、なんとか大丈夫ですけど、平成の時はね、高所恐怖症なんですよ。地獄のぞきだ。並ぶしかないんだね。いや、怖いな。いや、もうダメ、もうダメ。うわうわ、はい、チーズ。こっちもまたすごいな。20分ぐらい並んだかな、うん、なかなかね、すごいところでした。ちょっとお昼はね、ちょっと時間の関係で宇都宮戻んなくちゃんないんで、まあ、簡単にパンで済ませちゃいました。はい、じゃあここからね、下山してきます。海を見ながら登山っていうのはさ、基本初めてかもしれないね。うん、あそこに人が立ってるよ。
見えるかな GoPro の絵で。あそこにいたんだね、さっきまで。まさにね、アウトドアブランドの C2 サミットっていうブランドがあるけど、まさに海から山頂までと、まあ、そんな感じの山登りでしたね。こんな感じのね、細かい階段をもう20分ぐらい降りてきました。膝がバカになっちゃった。はい、あ、ここはあれだよね。来るときに分かれた分岐です。来るときはこっち行ったんだね。で、帰りはここから降りてきました。はい、今回はね、カンパパ登山隊初の千葉上陸ということで、どこやろうかなと思ったときに、まあ、真っ先にノコギリ山が頭に浮かんだんで今やってきました。まあ、ノコギリの刃の通りね、アップダウンがすごかったんですけど、まあ一言で言えば階段地獄。でもね、もう300何十メーターの低山にしては、まあ、こんなに登りごたえがある山っていうのは珍しいんじゃないかな。よく整備されてるしね、やっぱり人気がある山っていうのは登りやすいってこともあるんだけど、やっぱ登った後気持ちいいよね。人気があるわけですよね。ということでございまして、本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。カンパパでした。